スもこの話の中で自然な感じでっていいですね。はい。リポーターを務めさせていただきます。体と心を温める冷え性改善プランナーをさせていただいております村岡俊恵と申します。毎回本当に素敵なゲストの方をお招きして素晴らしい夢を語っていただくこの番組、今日はですねものすごいパワフルでそしてとても素敵な女性のゲストの方をお招きしております。ドリームチェスト山田純子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山田さん、もう本当に見るからにこう本当にパーッとこう明るくなる、ありがとうございます。本当にもう太陽みたいな感じの、ね、明るい方なんですけれども、私先ほどあの山田さんのプロフィールをちょっと伺ってですね、はい、ものすごく多彩な方ですよね。あの本当にマルチな方なんですけれども、好奇心が旺盛なので、いやもうそれは素晴らしいことですよね。まずですね、ダンスアーティスト、はい、エクササイズ講師、はい、そして女優そうなんですでいらっしゃって一応、はい、でそしてラジオ番組のパーソナリティも務められているということで、はい、FM 八ヶ岳、そうですね、はい、であのラジオ番組で純山田さんという名前でパーソナリティを務められていらっしゃる、はいはい、もうお話にかけてはもうプロフェッショナルでどうでしょうか。いろいろちょっと今日は手ほどきをいただきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、であの本当に多彩な、山田純子さんのご紹介をねちょっとさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、まずですね、ジャズ、モダン、ヒップホップ、ファンク、タップ、ヨガ、太極拳、殺陣これらをもうマスターされていらっしゃって、でなおかつ音楽家やアート作品とのコラボレーション、そしてジャンルを超えた創作活動や、やはりその場の気を感じて踊るスピリチュアルな、はい、そうですね、スピリチュアルダンサーと呼んでいただいてるんですけれども、すごいですね、なんかちょっとこう感じますよ。ありがとうございます。スピリチュアル的な雰囲気を、はい、そして今現在はあのヨガを中心とした体操ですか、はい、コズミック体操、あそうですね、エクササイズなんですけれども、はい、そういったことを、まあ、東京都内でさまざま活動されていらっしゃるっていうことなんですよね、はい、またあのヒップホップをベースにした、はい、そのリズムトレーニング、これはもう本当にお子さんからプロのスポーツ選手の方まで、そうですね、以前バスケット、バスケット選手を、はい、あのアメリカにチャレンジするという、はい、方をちょっとあの、まあ、基本のリズムが、はい、こうリズム感があるとやっぱりスポーツもそうなんですけど、やっぱりこうリズムに乗るというところで、こう上半身をリラックスさせて動かすというエクササイズなんですけど、それで、はい、海外に、あそうですね、その方はあのアメリカの方でチャレンジされている方だったんですけど、すごいですね、あの背が高い2メーターぐらいあるんですね、なので日本人の方、あそう日本人の方なんですけどね、はい、なんですけど、はい、あのやはり下半身の方がどうしてもこうあの動いていくのに上半身がこう遅れ気味というか、でそれをこうリズムトレーニングによってこう、はい、体幹トレーニングなんですけど、それをご提案させていただいて、あのトレーニングしていただいたんですけどね、素晴らしいですね、はい、でも本当にそれは全てのスポーツに通じ、そうですね、まあ、ね、はい、リズム、イメージしてっていうね、はい、あそうなんですか、素晴らしいですね、ありがとうございます。あの山田さんそれだけじゃない、はい、まだあるんですよ、はい、まだあって、
運動と食事のバランスっていうのも、はい、もうこれ大事だっていうことで、ね、今、はい、マクロビオティックも、あの取り組まれていらっしゃって、はい、で、あのヨガ合宿、あと何お料理もご自身で作られる、あ、そうですね、あの、全体で、あの、食事を、まあ、マクロ中心な、はい、まあ、菜食中心な食事を、あの、まあ、みんなで作ったりとかってするんですけど、そういう合宿のお料理とか、あとはこうプライベートなシェフとして、あの私の一番得意とするところが、あの美肌効果にいい興味あります？美肌効果に抜群のハトムギベジタブルスープっていうのが、実はこれ、あのマドンナのプライベートシェフをされていた、はい、西村真由美さん の、 あの1週間でダイエットっていうレシピに入ってるんですけれども、それを作った時になんか食べた方が皆さん好評で、でぜひうちに来て作りに来てみたいな感じで、あの伺ったりとか、そんなこともしております。あとはメアドを交換、ぜひぜひよろしくお願いします。すごいですね、本当にこう体を動かすということと、また体の中から作っていく、やっぱりお食事で体って作られますもんね。そうですね、体の基本です。素晴らしいですね。あの私もその体と心を温めるあったかいプロジェクトっていうことで、もともと遠赤外線の下着を着ることで、あの体の深部ですね、内臓筋肉骨血管を温めるっていうお仕事を私も13年会社を経営させていただいてるんですけれども、あの今年から本当にそれだけではなくて、やはり体を温めるっていうのは本当にお食事大事、また体を動かすっていうことが、そうですね、あの筋肉を作るっていう上でももちろんなんですけれども、やっぱりあのですか、ね、こうリラックスさせたりですね、精神的な効果もあるじゃないですか。そうですね、特にヨガなんかは、そういったことも本当に今年から実は取り入れてまして、いろいろちょっと教えていただきたいなと。ぜひこちらこそ超個人的に興味津々なんですけど、はい、まあ、今日は2人で盛り上がりました。今日女子会でしたね。女子会といえばね、なんかね、炊き出し隊長のゆきちゃんいるんですね。あ、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん、イエーイ。あ、女子会行きませんかなんて、はい、ね、もう今日ね、とてもシャイだからね。なんかちょっとね、スタジオの奥の方で暗いところにこうボワーンってこういらっしゃるんですけれどもね。じゃあ今日の夢を語っていいですか。はい、まあ、ね、女子会ということでですね、はいはい、で楽しみましょう。で今日もですね、あのツイッターを通して皆様からリアルに、あのどんどんね、質問をねお受けしていきたいと思っておりますので、はい、あの本当に山田純子さんに関する質問もね、もう本当に多彩な方で、これからどんどんちょっとね、山田さんをどんどんこうちょっとこう掘り下げて、いろいろこう身ぐるみ剥がしちゃおうかなっていうふうに思ってるんですけど、はい、私ね、あのこう下着のね仕事をしてるので、はい、あの女性のね、あのこう脱がすのが非常に得意ですね。あのその辺はですね、あの脱がしのプロと言われておりますので、今日どんどんね身ぐるみ剥がしていきたいと思うんですけれども、はい、お手柔らかにどうぞ。はい、で本当に山田純子さんに関する質問、またあの女子会ですので、ね、はい、どんどんあのこういろんなことをですね、ツイッターでこう投稿していただければ、皆様からのご意見をね、あのこうご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でですね、私あの先ほどから山田純子さんのことをいろいろ伺って、ちょっと興味がねかなりあるのが、何女優さんでもいらっしゃるということで、一応みたいな、ね、お綺麗ですもんね。いえいえ、本当に一度見たら忘れないぞみたいな、そんな感じなんですけど。いや、懐かしい顔ってよく言われるんですよね。あ、まあ言っちゃうと昭和顔ですよね。ちょっと昭和の香りみたいな感じなんですけど、なんかね、まあ、私もこう話は割とこう親しみやすい方なの で、ですよね、ちょっと話してると、なんか何年も知ってるみたいだね。わかります、わかります。そんな感じで、はい、よく言っていただけます、ね、本当にね、本当にこう絶対みんなからこう好かれるっていうか、ありがとうございます、ね、親しみやすい感じの山田純子さんなんですけれども、本当に女優さんとしてね、さまざま今までも活動されていらっしゃると思うんですが、中でもね、あの特にちょっと私がねお話を聞きたいなって思ったのが、はい、いろいろ本当にいろんなのに、あの出演されていらっしゃるんですけれども、所さんの東方人物伝っていうので、はい、大奥最強の女、はい、姉さんと呼ばれた姉小路役を演じられたっていう、そうなんですね、はい、それはあの水野忠邦が、はい、あの天保の改革をした頃の時代の話で、はい、大奥にもあの経費削減という話があったんですよ。そしたらあの、はい、姉さんって呼ばれるその姉小路なんですが、姉小路はライバルを全部こう蹴落としてみんなをこう追い出すみたいな、はい、で自分のところはこう予算をこうキープして、で
まあ、大名に、うん、大名に何かを言いたい場合はその全部姉さんにみんなが言うみたいな、そういう立場にいた人なんですけど、なんか面白いことに、油が貴重な時代で、はいはい、なかなか手に入らないところをこう自分だけ油を手に入れて、ちゃっかりしてますね。そうですよ、夜中にこっそり次女にお芋の天ぷらを揚げさせて、はい、でなんと多く炎上っていうね、はい、火事を出したというね、そんなすごい強者なんですけど、それを、はい、もう姉小路が出荷場所だってみんな分かってるのにもかかわらず、ライバルに罪をなすりつけ、なんか涼しい顔をしてるみたいな、はい、そんな役でした。そんな悪い女の役を演じられたんですか？はい、そうなんですね。このニコニコ顔で、はい、で台本読んだ時、これ私がみたいな感じだったんですけど、でもちょっとね、睨みつけるシーンがありまして、こうね、横からこうギロっていう感じでね、こうね、これをなんか言って、分かる気がする、現場で、はい、速攻練習しました、はい、あ、でも分かった、ニコニコしてる人の方が実は意外とそんな顔するとね、変わるかもしれませんね。あ、じゃあもう本当に敵役、はい、で、面白いのが最後のオチが、その姉小路は、まあ全部こう笑顔を極め、はい、最後がね、尼になって出家して尼になるっていうね、全てを悔いて、そうなんですよ、オチがあるんですね。あ、そうなんですか。で友人たちと見ていて、はい、なんか私がやってるって分かるから、なんかあははって笑って見てるんですけど、はい、なんかこの人すごいよねみたいな、なんかみんなでそんな風に、見てた、まあ、悪な役でした。実在する方、そうです、実在の人物だそうなんですけどね。すごいですね。世が世ならね、今いたらもうそれはそれはもう強い政治家になられてそうね、そうなんですか。ね、役者さんとしてはなんかこういろんな、いろんな役柄でができて、まあ、楽しいですね、そうですよね、はい、そうなんですか、素晴らしいですね、割とこうなんだろう、そういうこう癖のある役もこなせちゃうっていう、意外とね、なんか意地悪な役とかもやったことがありますね、意地悪な嫁の役で、なんかお姑さんがいろいろ滑るのを、はい、なんか子供たちがサッカーボールをなんか隣のお家に住んでるんですね、はい、で隣のお家にサッカーボール蹴っちゃって窓ガラスが割れちゃったら、はい、なんか子供、普通だったらなんか謝りに行くのに、なんかこうお金ビッて出して、はい、窓ガラス代みたいな、そういうのでなんかおせんべいバリッてかじってお茶とかでね、こう旦那にお茶みたいな、そんな役もやりました。そうなんですか、はい、なんか見た目とねちょっとギャップがあるように思う、あとはまあ優しいお母さん役ももちろんね、させていただいたりはしたんですけど、そうですか、本当にさまざまね活躍されていらっしゃって、あとは刑事ドラマとかが、はい、出たりもしたんですけど、なんかはぐれ刑事、はいはいはい、私も出させて、不調役で出させていただいたことがあるんですけど、はい、お出になったことが、そうなんですよ、私もね、昔ね、役者をやってた時にですね、はぐれ刑事は出演させていただいて、はい、役者さんだったんですか？そうなんですよ、手話っておっしゃってたから、なんか手話役で出たのが役者さんだったんですね、昔お芝居をやってまして、はい、その時にまあ、ちょっと手話を学んでいたので手話通訳の役で出演させていただいて、藤田誠さんの元お世話に、はぐれ仲間ということで、ね、はぐれ仲間でもうはぐれちゃったよみたいな、ね、はい、そんなねこう意外なつながりもちょっと過去に遡ってあったんだなっていうね、ちょっとご縁を感じているんですけれども、はい、大奥に出演した大女優です、はい、大奥に出演した大女優です、はい、再現ドラマですから、いえ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 、もう本当に意地悪な嫁、ほら意地悪な嫁、はい、なんかちょっとね山田純子さんのね、はい、イメージがね、でもね今スピリチュアルですから、ね、ありがとうございます、本当にこうね人に元気をね、与えるっていうね、そういうことをされていらっしゃる、あ、だから尼に出家したって感じで終わりよければ全てよしみたいな、ね、そういう感じで、はい、でも本当に山田さんは、本当にさまざまな分野で、さっきもねご自分でおっしゃってた好奇心が旺盛なんですってすごくねおっしゃられてて、やっぱ好奇心が旺盛ってやっぱりエネルギーだと思うんですよね、生きていく上の人としてのエネルギーだと思うんですけれども、はい、そんな山田さんをねその突き動かす山田さんの、なんていうの、心情っていうか、はい、そういうものがあると思うんですよ、はい、そういったものをお話し聞かせていただけると嬉しいんですけど、はい、まず基本理念としましては、まあ、人は太古の時代より太古、はい、太古の時代に行ってしまうんですけども、はいはい、人はこう太鼓を鳴らし
あ、太鼓だけに、そうですね、うまいですね音楽に合わせて踊りを踊ることで、はいはい、あの宇宙を感じ、自然を感じ、それが、天と地を創造されたこう神とつながるという、そういう、深いつながりを持って生きていました、はい、で、地球上に生きている人間も一動物であり、同じこう動植物であると、まあ、同じ一つの生命であるということをいつも感じるんですね。で、本来、まあ、人間が持ち合わせている野生的感覚、はい、そしてあの鋭敏な五感を磨き、うんうん、進化を遂げて、うん、一人一人が個性を輝かせて、人間らしく自分らしく生きられる人間環境を整えるというのを信条にしております。なるほど、はい、もう本当にこう人間としての当たり前の姿というか本来のね、でもこう本当にこう、まあ、現代社会はねいろんなことが本当に文明が進んで便利になってしまって、今むしろそこに立ち返ることが求められているというか、大丈夫ですか、喉乾いちゃって、はい、お茶飲んでやってます、すいませんねガンガン言ってください、はいはい、ね、そういった部分では、はい、あのむしろあのナチュラルな状態に戻るということが、まあ温故知新というか、はい、本当にそれが今求められている、そういう時代ですよね、はい、だすごく先駆けでもあり、また本当に元に戻るというか本来の人間の姿に戻るという意味でね、すごくこう重要なお仕事をされていらっしゃると思うんですよ、はい、素晴らしいですよね、本当にこうね、あの多く燃やしちゃったりとかねそうかと思うとね、あの雑誌の、ナチュールという、雑誌で、あの紹介してもらったことがあるんですけども、エクササイズを続けているうちにこう人間の環境を整えると、地球の環境も良くなるということを発見したんですね。大宇宙の中の小宇宙ですから ね、エクササイズ、はいはい、それであの子どもの頃にですね、なんか自然環境とかがこう破壊されているのをなんか感じ取って、で大人はなぜ気づかないのかなって思ってたんですよ。不思議に大変思ってました。だけどある時気がついたのが、あ、大人は分かってるのに知らないふりをしてるんじゃないかなって、でなんか大人って嫌だなって思って、大人になんかなりたくないって思ってたんですね。山田さんぶっちゃけ大人っぽくないんですか、ね、なんか本当にこうその子供の頃のピュアなままで、ずっと大人になりたくない、ね、気持ちはずっと17歳ってみんなに怒られるんですけど、いや、いいと思いますよ、はい、なのだけど、まあ、大人になっちゃったんで、まあ、じゃあ大人として、まあ、自分が一人間として何かできることを、まあ、少しでも、できたらいいなと思うようになったんですね、はい、で特にまあ、いろいろ遺伝子組み換え食品の問題にちょっと携わったりとか、過去にもいろんなあの、まあ、そういう社会問題とかっていうところのこう情報発信をするお手伝いをいろいろしてきたりもしたんですけれども、まあ、そんな中で本当にこう大人はまあ自分で選んで自分の責任かもしれないんですが、子どもたちはやっぱりこう未来があるので、未来の子どもたちに何か役立つことをしたいっていうのを、なんかその頃からねずっと心に決めてるというか思っております。本当に子どもの頃に感じたその感受性のままに、それを大事に大事にこう心に抱いて大人になられて、そしてそれを本当にコミットメントとして今も活動されてるっていう、本当にこうみんながそういうふうに生きることを願ってると思うんですよ、はい、誰もが。そうですね、でもなかなかそうはいかないのが現実で、はい、でもその中でそれを実践されてるっていうね、それがこう山田さんのパワーの源であり、まあ、魅力なんでしょうね、はい、ありがとうございます、まあ、そんな中で、まあ、現代のストレス解消法や、まあ、結果を早く出したいので、最速最短メニューというかね、それを目指して、はいはい、エクササイズをこういろいろ日夜考えてたりとかするんですよ、はい、結果っていうのはどういう、はい、例えばまあ例えばこう低血圧だったりとか冷え性だったりとか、はい、そうですね、もう私には健康しかありませんみたいな、健康って聞くとこう耳がダンボになって、こう健康って、こう、それはまあもちろんあの長く踊りたいからっていうのが一番だったんですよ、踊り続けたいと思っ
って、うん、でそれには体が丈夫でなくちゃみたいな、うん、みんな大体あのダンサーって膝を痛めたり腰を痛めたりどこか悪くして、はい、あのやめていく方が多かったので、うん、私はじゃあ壊れない体を作ろうみたいな、うん、そんなところから始まって、まあ、健康であるためにっていうことをなんかずっと取り組んできたんですね。でそんな中で、うん、あのいろいろ考えていって、うん、あのまあ心と体のバランスをとって、うん、なんか人間性や精神性を高め、うん、喜びと感謝のある日々を過ごせるようにという願いを込めて、あの、まあ、食事もねもちろん良いエネルギーを、まあ、食事でいただくというか取り込むっていうことをなんか総合して、できたエクササイズが、はい、コズミック体操を八光という八の光と書くんですけれども、まあ、生命の根源という意味で、うん、まあつけていただいた名前なんですけれども、はい、そんなエクササイズが、2年前に、はい、まあ、講師生活、25周年記念、何年先生やってるんだみたいな感じなんですけど、はい、すごい歴史があるんですね。そうですね、なんか日夜考えてきた結果、まあ、ヨガの、浄化体操というのがあるんですが、はい、ヨガの浄化体操をベースにして、はい、で基本はまあ8方位に体をこう伸ばしていくんですけれども、はい、それにプラスあの骨盤角度を変えることで骨盤調整に非常に効果的と言われているんですが、はい、それにあの声を出すというのを取り入れて、はい、であのやっておりまして、はいはい、で非常にこれはもう女性の皆さん、はい、皆さんこれは知りたいですよね。私教えてもらいたいんですけど、ぜひぜひ、はい、いつもね年末年始に体の掃除っていうタイトルで、はい、やってたんですよ、年末年始に、そしたらあのそれをやった方が、あ、なんかあれが良かった、で声を出すのがすごく気持ちよかったって、最近やっぱりね、うん、大きな声を出すっていうのがあまり機会がないと思いますので、うんうんうん、それでなんか声を出しながらやったあれが良かったって皆さんがおっしゃったので、あ、じゃあこれはもっともっとなんか世の中のために、はい、役に立てたいと思って、はい、それであの、1分でもできる簡単体操ということでね。自分でもできるんですか？できます、できます。後ほどご紹介したいと思うんですが、いやいや、それはぜひ、はい、まあ、短いバージョンもあり、はい、時間がある方はゆっくりこう何回もこう繰り返していただいても結構ですし、はい、ということで、その、心と魂をクリアにという、ね、タイトルをつけましたが、はい、実はね、この売り側の全てを水に流しませんかっていうね、ちょっと震災があった時はちょっとさすがに、うん、これはきついなぁなんて思ったんですけど、うんうんうん、でも本当にね、なんか人に与えられる試練というのは乗り越えられないことはやってこないって言われてますので、本当になんか被災された方たち、亡くなられた方にはご冥福をお祈りしたいと思うんですけれども、はい、その代わりにね、生きてる私たちがもう、こう元気に、早く元気になって、うん、なんか頑張っていけたらいいなと思ってます。そうですよね、はい、そのエクササイズを、その先日8月の20日に、ね、開催された、はい、東松島のありがとう東松島元気フェスタで、はい、されたっていう、ね、ことを伺ってるんですけれども、はい、こちらの方の映像を、ね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい。で今日はありがとうバージョンでいきたいと思いますので、ね、今日の、お祭りにはぴったりかと思います。ぜひ皆さんご一緒にお願いします。では、まずは足を肩幅腰の幅に、少し広めですね、肩幅より少し広めの腰幅に開きます。で手を胸の前に組みます。手のひらを、自分の胸の方に向けますね、はい、そしたらそれをひっくり返して上に伸ばします。でこの時手首をぐーっと押し出すようにして、上に向かって伸ばしてみてください。はい、 OK です。で、胸の前に戻ってきます。そしたら今度は下に向けて下まで行きます、しっかり息を吐きながら行いましょう。よろしいですか？はい、では今度は左に行きます。皆さんの左でどうぞ。手首をぐーっと押し出しながら
前の手首を後ろの手首に合わせるように行います。はい、戻ってきたら反対側です。ぐーっと前に、はい、結構です。はい、では真ん中に戻ります。そしたらここで膝を少し曲げて前に出します。で、この時少し膝を曲げて、首から腰丸く、C の字のアルファベットの、ね、反対側なんですけど思い浮かべながら背中、首から腰までを伸ばします。はい、OK です。これを、声を出しながらいきますが、まずはあーかはーで声を出したいと思います。まずあくびをしてみましょう。3、はい、あくびのあー、丸い大きな口ですね。これ歌う時の口も一緒なんですけれども、これで、まずはあーかはー、言いやすい方で結構です。皆さん、元気に言ってみたいと思います。では3、はい、あー、ありがとうございます。ではこれで上下左右前でありがとうでいきたいと思います。では上からいきましょう。3、はい、あー、はい、下です。り、はい、横へが、がー、いいですね、笑顔が出てきました。はい、反対にと、と、はい、結構です。前でうです。あ、非常にやっていただいている方いいですね。はい、結構です。はい、では手をブラブラ。はい、では手を上に上げて天に向かってね、ありがとうございます、感謝しますということで、ゆっくり手を下ろして終わります。ありがとうございました。という感じです。はい、そうですね。こうやって、ね、はい、そうですね。はい、はい、これは体に良さそうですね。あの、気持ちよく伸びるということで、ね、気持ち、はい、気持ちいいです。お家いらっしゃると、あの、こうみんなでずっと伸ばしていて、声を出してこう一番長い人に、長生きな人に合わせると言ってるんですけど、長くこう息を吐きながらやってると、あの、いつも自分が伸ばすよりもかなりこう長く伸ばすことで全身が伸びるんですよね。で、非常になんか皆さん気持ちいいとおっしゃっていただけますね。なかなかね、日常生活でこう体を伸ばすっていうのってなかなかできないですからね。大体縮んでしまいますね。はい、あ、これはすごくいいと思います。はい、皆さんじゃあ、なんかね、あの、ステージの前でも皆さんやっていただいて、非常になんかで、こうやるとこう顔がパーってね、なんか心んでくるというか、笑顔が出てきてすごく嬉しかったです。はい、なんか体もポカポカ温まってきそうな。はい、感じですね。で、今ね、あの、まあ、映像でご覧いただいたんですけれども、その東松島元気フェス、ね、こちらの方で参加されたということで、まずはね、これこれ、そうですね、気になってたんですよ、これ可愛いなと思って、あの、ブルーインパルス飛んだんですよ。映像ご覧になりましたか？あの、まだご覧になってない方は、あの、花火プロジェクトのところで、ホームページの方とかでね、ご覧いただけますので、これは、あの、本来は、あの、なんか自衛隊 の、 その基地の中でとかで、お店で売られている自衛隊のなんか OB の方たちが、あの、出展されてて、今回だから街の外に、あの、なんか初めて出てきたみたいな感じでお店をされてまして、ペットボトルのね、インパルスくん、そうなんですよ、かわいい、気に入って買っちゃいました。これかわいいですよね。そのブルーインパルス、飛んだっていうことで、あの、もう本当にその東松島元気フェスタってね、本当に奇跡が奇跡を呼んだ、もうね、地元の方には伝説の花火と言っていただいて、あの、本当に立派な花火が上がったなっていう感じで、本当ですよね、嬉しかったです、ね、本当ですよね、そのもう1万発の花火が上がったっていうことで、いや、あの、本当に私も本当に感動したんですけれども、その大きな企業さんがね、ドーンとこうスポンサーになったっていうんではないんですよね。そうなんですよ ね。本当にもう本当にたくさんの方々が、あの、少しずつ、あの、協賛していただいて、多くの方の真心が形になったっていうことで、あの、例えばね、学生さんがね、1人100円ずつ、160人以上の方が集まってね、
あの花火を上げてくださったり、あとなんかこう面白かったのが何プロポーズ大作戦、あなんかね私現場で見てないんですけど、結構皆さんが、あのはいなんか話を聞きましたね。なんかそのこのツイッターでね、あのなんかこうあれですよね、プロデューサーの隼人さんがね、あのこう花火の前でプロポーズしませんかっていうことで、はい、本当にあのやりたいですということで、ねね、であの当日こう花火のもうババンとこう打ち上がるところでね、2万人の観客の前でこうプロポーズをした。でなんか何それたまたまなのかな、その時上がった花火がそのこうリングの、ねね、なんか可愛いこうハートみたいな、ねね、形をしていたっていうね、本当にロマンチックだなと思って。素敵ですよね。本当に多くの方がね、一生忘れない出来事ですよ ね、 ね、本当に思い出に残る花火プロジェクトだったですよね、はいはい、であのこの花火の、ね、開催に向けてね、本当にあの、まあ、努力をされてね、やっぱりこう大きなイベントだったので、これを成功させるためにソーシャルツアーが、はい、あの本当に頑張ったということがあるんですけれども、あのなかなかね最初はこう形にするのが難しいって、でも絶対諦めないんだっていう思いでね、であの俳優の津川雅彦さんに、あの、まあ、大先輩の、ね、大先輩の、はい、大先輩ですよ、大先輩、はい、そうですね、本当にかっこいいですよね、私大ファンなんですけど、はい、で津川雅彦さんに直談判しに行ったって伺ったんですよね、はい、お話を。であの津川さんにぜひあのご協力いただきたいということで、あのソーシャルツアーのプロデューサーが頭を下げに行ってたら、津川さんがね、あの何ができるかわからないけれども、あのできることはさせていただくよって思いを共感していただいて、で本当に芸能界のお一人お一人に声をかけてくださって、で YouTube で、そうですね、呼びかけを、ね、していただいて、本当に素晴らしい、ね、本当に50人以上のもう芸能界のもう著名な方々が皆さん協賛してくださったということで、あの本当に協賛してくださった芸能人の方のお名前、あのソーシャルツアーのホームページでもご紹介させていただいておりますので、ご覧いただきたいと思うんですけれども、そういった形でね、あの本当に津川さんがあの尽力してくださって、でなんかそれもね、あの本当に大俳優さんなんだけど、あのもう24時間体制で関わってくださったってお話を聞いたんですよ。本当にね、夜中でも何でももうすごいお電話ねってしてくださって、本当にこの花火プロジェクト成功させるために大きな力を貸してくださったというふうに伺って、ありがたいですね。大きな方です、津川雅彦さん。もうますます大ファンになっちゃいました。はい、であのその津川雅彦さんも今回の復興支援で様々な活動をされていらっしゃって、はい、あのそのうちの一つでね、8月の29日からチャリティーオークションをラフーで、はいはい、あの開催されるそうなんですね。であのそちらの方にもあのソーシャルツアーとしてもあの応援させていただくことになっております。はい、皆様どうぞ8月29日からヤフーのチャリティーオークション、ぜひあのご協力いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なんかないかな、こう津川さんが使ったハンカチ、ね、そんなのあったら私欲しい買っちゃう、うん、買っちゃう、はい、うん、もう出してください、はいはい、ね、もちろん期待しておりますですね。協、は、賛、い、といえばですね、はい、まあ、いろんな方に協賛いただいたんですが、そうですよね、私はあの、はい、最後のすごく暑かったじゃないですか、はい、準備をしている段階ですごく暑かったので、なんかうちわが配れたらいいよねって話になって、はいはい、それで、まあ、何社かちょっと当たったんですけれども、HISS さんの方で、はいはい、アニメのごめんワンピース思い出して、はいはい、ワンピースの絵が描いてある、はい、ちょっと小ぶりな、はい、お子さんにいいかなっていうようなあのうちわなんですけど、はい、そちらを協賛していただいて、なんかもう、ね、今日の明日っていう感じなんですけども、ご協力いただきまして、HIS さん本部の吉田様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それからね、今日はね、私の個人的なお話なんですけど、あの表参道のクリッププラスという美容室の方が、はい、今日は協賛してくれて、この髪型と、ね、メイクをやってもらって、はい、いただきました。いかがでしょうか。調理美しいと思いましたよじゃあちょっとね、カメラちょっと、ね、大丈夫、はい、クリッププラスさん、はい、表参道、はい、よく芸能人の方とかが、はい、使われてたりとか、ヘアメイクでもともと有名なところなんですけど、ね、すごいですね、さすがでございますね。はい、ご協力いただいて、はい、いろんな方のことなんかご支援を受けて、
本当に出ていただいてます。本当に多くの方のね真心協賛をいただいて今回の東松島のフェスタも大成功させることができたんですけれども、はい、でも本当に最初はね今回の元気フェスタの実行委員長の大森さん、はい、この方地元のちゃんこ屋さんのね、ちゃんこ屋さんの ね、ソーシャルツアーの、新庄隼人さんね、みんなが隼人さんって呼んでるんですけど、隼人さんが親父さん親父さんって呼んでて、もともとはでも相撲部屋をやってたんですって。わあ、そうなんですか。その本当の親方なんですよね。で私今ラジオ番組をやっているので、そちらの方でちょっとインタビューを取らせていただいたんですけれども、感想をお聞きしましたところ、本当に花火はもうこうみんながよかったよかったって言ってなんか声をかけてくださったそうなので、それが何より嬉しいって言って、なんか喜んでいただけたのが本当にもうよかったなって思っております。そのね本当にこう大森さんの思いが花火を、ね、東松島にあげたいんだっていうその思いがねそうやってこう形になって、またその地元の人の心がその東松島のねもう本当に壊滅状態だった自衛隊基地の方々の、ね、心をまた動かしてブルーインパルスを飛ばすことができて、で1万発の花火がね皆様の真心で上がることができたって、本当に奇跡が奇跡を生んだ、ね、本当に今回のフェスタだったんですけれども、本当に今回花火がね上がったことを本当に多くの方に語り継いでいって、そして東松島を知っていただきたい、ね、で東北の本当に復興支援を活性化させていきたいってそういう思いでね、これからも、はい、そのね、本当に皆さんに活躍していただきたいなって、花火は無事終了したんですけれども、ソーシャルツアーの被災地支援は今後も続きますので、はい、何かしたい何かできたらなと思っているあなた、ね、あなた、はい、ぜひご連絡ください、はいはいね、はい、本当に皆さんがね復興支援のために何かしたい、でも何をしたらいいかわからないってそういう方たくさんいらっしゃると思うんです。でそういう方ぜひソーシャルツアーのホームページからアクセスしていただいて、はい、ぜひご協力をいただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします、ね、本当に一人一人の力は小さいかもしれないけれども、はい、本当に大きく集まることによってね大きな力に変わっていくと思うんですよね、はい、皆さんのご協力をぜひよろしくお願いしたいと思います、ね、はい、でですねその今回の東松島の元気フェスタでそのダンス、はい、スピリチュアルダンス踊られたっていうことを伺って、はい、もうぜひその映像もね ありがとうございます。じゃあほんのちょっと行ってみたいと思いますが、ね、ちょっとと言います。じゃあぜひ映像の方スタンバイよろしくお願いいたします、はい、楽しみだな。またさっきと衣装変わっちゃうの。あ、そうです。ちょっと違うかな、ちょっとはなんでちょっと違う、ね、白い布を、まとってという感じで、まとって、羽衣天女、羽衣天女イメージはね、ちょっと楽しみです。あありがとうございます。うっとり、うっとりです。いや素晴らしいですね、山田さんね、いろんな顔を持ちでいらっしゃいますね。ありがとうございます。いやもう本当に私山田さんと一緒にいるとねもう本当にいつまでもなんか一緒にいたいなと思っちゃうんですけど、はい、番組がね時間があるのでね、はい、残念なんですけど、はい、女子会もちょっとね佳境に迫ってきたところで、じゃあね本当に様々な活動をねされていらっしゃる、本当に思いを形にされていらっしゃる山田純子さん、じゃあこれからの夢を語っていただきたいなっていうふうに
思うんですけれども、はいはい、まずはですね、私の最終目標というかね、はい、世界中の子どもたちに会いに行こうなんです。でこれはなぜかというと、はい、ポジティブシンキング、はい、ヨガのレッスンなどのこうクラスの中で、皆さんにお伝えしていることが苦しい時とか、うん、でもうどうにもならない時、うん、あとは笑うしかないっていう、まあ、今ね笑いエクササイズなどもあるんですけれども、うん、なんかそうやって本当にこう暗く考えるより、うん、とにかく前へ進もうっていう、うん、そういうポジティブシンキングを伝えられたらなと思って、うん、でそういう子どもたちがこう将来、うん、なんか世界の中で世界中でこうリーダーとなる子どもたちに育ってくれたらなという願いを込めて、世界中の子どもたちに会いたい。なるほど、笑顔の力で世界を元気にする、山田さんが子どもの頃に感じられたその感受性そのままを本当に大人になっても活動されて、そしてこれからは未来を託す子どもたちにそのことを伝えていきたいっていうね、と素晴らしいなっていうふうに思いますね。で先ほどからねバックでね、はい、素敵な音楽が流れてるんですけれども、はい、こちらの音楽は山田さんのご友人の方。そうですね、最初に流れていた曲は、ピアノのヒロミーさんの、アルバム森羅万象という、森というのは、ね、森の中っていう書くんですけど、はい、その中の、ローズムーンですか、新しくリメイクして今度出る曲をご紹介させていただいたり、はい、流していただいたり、はい、あとは環境音楽家、はい、スタジオイオンの、はい、小久保隆さんの、はい、地球の歌シリーズの中から水伝説などの曲を、はいはい、皆さんにお聴きいただいております、はい、もうね、すごくね、はい、さっきからねなんかこう五感に伝わってくるっていうか、そうすごいリラックスさせていただいて、はい、そしてねあともう一曲ご紹介したい曲が、はい、私の友人でもあり、尊敬するアーティストでもあられる、瀬戸龍介さんという方がお作りになった、この曲被災地支援に作られたんですが、なんと全額寄付というねすごい方なんですけど、その方の、大丈夫の歌2011年っていう曲を、はい、皆さんにちょっと聴いていただきたいと思います。はい、2011っていうのがね、はい、大丈夫の歌っていうのはもともとあるんですけど、2011っていうのが瀬戸さんが作られた曲 で今被災地支援ということで、NAC5 ってラジオ局の方ではなんか毎朝5時半ぐらいなんか流れてるそうなんですけども、なんかこの歌を聴くともうね、なんか何があっても大丈夫大丈夫みたいな、そんな感じで、はい、皆様のね心の支援になればなと思います。はい、本当にね、支援っていろんな形があって、心の支援っていうのもとてもこれからは大事だと思うんですよね。で本当にそんな山田さんにますますこれからも活躍していただきたいと思います。なんか様々なセミナーも、ね、そうですね、はい、先ほどのエクササイズを取り入れた、はい、元気のセミナーということで、はい、美と健康の、講演とエクササイズなども企画しております。はい、はい、先ほどね、はい、山田さんのこうプロフィールがツイッターでね、はい、こう出てますので、はい、ぜひね、興味のある方ご覧いただいて、はい、もっともっとこのスーパーパワフルのどこまで行っちゃうんだろうみたいなね。あとね、企画するのが大好きなんですね。企画が大好きなので、はい、なんかいろんなことこうピンってきちゃうんで、アイデアが来たら、はい、なんかやるぞみたいな、そんな感じで、その行動力も素晴らしいですよね。
はい、もう本当に今日は素敵な素敵な山田純子さんにお話をたっぷり聞かせていただきました。本当はもっとねお話を聞きたいところなんですけれども、番組がねお別れのお時間になってしまいました、はい、これからも山田純子さんの期待をますます活躍しております。本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。夢を語っていいですか。今日は、この辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。さよなら。来た。やったー。炊き出し隊長ゆきちゃんです。やっぱり日に焼けてるよね。色が違う、ね、赤いよ。よいしょ。Was still the old